40万人感謝の突破記念でしまして、スイッチ3つ用意しました。応募はチャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。さあ、おい、はい、それからヤバい企画言っていいですか？いい予感がしないね、まだもね、うん、場所的にヤバいと思いますけど、この前なんかハイブランド買ったじゃん。買ったね、買ったね、買ったね。その時に月末に改めて給料後にみんな本気出そうぜみたいな話になったんですよ。まあ、なったね。なりましたね。バレンシアガとか買っちゃってるから、本気ってどういうことなのかなって自分の中で葛藤しました。100万円使い切るまで帰れまてやったこれはやったわ。バトボールもできません。5人でってことですか？5人です。うわやったよ。え、1人20万絶対じゃん。あれはね、45万人突破してもうすぐ50万人、皆さんのおかげでね、この辺の45万人と違っていろんなことやってます。そうだね、すごいアグレッシブに動いてるじゃないですか。そうですね、本気出すなら100万じゃねえかと。うわ100万か。100万のステージ、いや行きましょう。自分がこれから稼げばいい話じゃないですか。なあ、かっこいいこと言うてるね。それを逃げ道作ったらあかんと。100均とかするのは良くないよ、うん、だけどもう自分で買えるんだったら逃げ道作らずに買って、その分頑張ればいいじゃないか。なるほどね。まあ、そうやね、うん、自分へのエンジンみたいなもんですよ。やる気満々なんで、まあ、みんなまあ ちびっちゃうようなね感じなら僕がケツ拭きますから。やるしかないよ。何だそれ言われたら。手だ、今度できますよ、それは。はい、ということで1店舗目行ってきました。バレンシアガー。バレンシアガー。俺もシアガー。君いくらですか？君13万4000円です。じゃあ3人で合計20万円です。あ、22万ぐらいです。この後じゃあノリさん連れて、ノリさんグッチ見たいみたいなんで。えー、どうしよう。俺もグッチ行きたくてしょうがないからよ、みんな買ってよ。今も俺バレンシア買ったけどね。イエーイ。今お前すごく羨ましいだろ、俺らのこと。イエーイ。はい、絡みづらいから早く帰りに行くわ。のりさんが来ました。のりさん、のりさん、のりさん。完全に中国の冬。バーバリー。バーバリーだけすごい日本。バーバリーあれじゃないよ、バーバリー。あれだ、来た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 来ました。20万円か買わせねえから。2号目もう取られてる。タングゲオヌヤ。ええわ、もうやめろ、もう中国の。僕たち買ってきました。うわー、バーバリーとグッチ。グッチデビューしました、ついにね。いやもうあなたもね。グッチ。私はグッチ2点買っちゃいました。あら、今着てるのはグッチだった。やばいね、グッチャになってるんだね。私たちもうね、2人合わせてゆっくんが40人いなくなった、ね、そうだね、ゆっくん1クラス分。もうちょっといるかな。まあ我々こんなもんでしょう。ただただあのバケモンいるじゃない、サイコパスバケモン。あいつが今やべえもん買ってます。ちなみにとは言えないですけども、やべえもん買ってるんで、また合流して、はい、しましょう。帰宅。すいません、嘘です。次の日です。さあ、僕たちは無事嘘つくことなく100万円使えたのでしょうかという。早速1人ずつ物を出して金額を発表していただきましょう。まず俺から発表します。1個目、じゃん。バレンシアガ。中身はじゃん、キャップです。どうしてもこのダブル FP。 ダブル FP。 F じゃねえだ。 F です。 F と何でもない。はい。俺が1000円ぐらい強い人。はい、次、じゃじゃん。バーバリー。きたー、バーバリー。お、何かというと、何でしょう。トレーナーです。おー、いいんじゃないですか、これ。バーバリー、クソかわいい、それやば。止め漏れしちゃいまして。いや、それすごいよ。しかも前に言った通りね、これがおしゃれの終点だって。あ、動画言ってるんです。へー、憧れもあり。そう、夢でもあった。買うの、バーバリー。値段ですか？はい、バレンシアガのキャップ45,000円で、続いてこのバーバリー75,000円、合計12万円ってことで、今日は。はい、気持ちよかったですか？最高だった。はい、ディークさん登場でーす。
決まってたんです僕買うもの。やばい。すげーげー。まず中身気になるもんね。もうすぐ見せてやるよ。すぐな。これやばいやつ。パワーレンジャーからパワーパワー。やば。あ、めっちゃ白いね。かっこいいよねこれ。これやばい。ありがとうございます。この企画考えてくださった。ありがとうございます。ぶち切れました。なんとこのパーカーお値段134,000円でした。え、4,000円。だから SE の中で一番高いパーカー俺が持ってるんだよ。間違いない。ああ、よかったですか。あ、もうめっちゃゲモ。どうなってるんですか。俺はね、グッチですね。出た。え、1点目がこれ T シャツです。え、もうわかる。出た。こちらでございます。楽しめるやつや。そのまあこのデザイン可愛いんだけどね。この俺でもわかるのか。シルエットがマジで綺麗。欲しいな。2点目、パンツを買いました。太陽とか。うわ、え、後ろと前違う。あ、そう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 、これ後ろで、これが前なんですね。やば。こっち額もやばいでしょ。13万ですね。ええ。まあ後々全部ね、買った服はインスタで紹介しますよね。そうですね。やば。で、税とかついて、まあ19万です。おお。じゃあ僕はですね、初のバーバリー。おぉ、バーバリー。何を買ったかと言いますと、バーバリーのジャージー。イエーイ。広げて広げて。広げれるわけねえだろお前。あんのりや、広げよう。スッと広げろよお前。はははは。早い今のお笑い。動画やめようかと思って。広げるわけねえだろって言ったら、なんだよ、広げよう広げよう。あんのりや、広げよう。あんのりや、広げよう。横のね、ラインですよね。これがバーバリー感ですよ。はい。これでマジで、あの、武道館のリハしたい。すごいよ。2個目、グッチのこちらのジャージですね。いい顔してるでしょ。まあ理由としてはやっぱり僕下結構持ってるんですけど、赤はなかった。赤ないんだったらもうグッチでしょ感じで買いました。はい。お値段はこちらが10万ですね。バーバリーが11万。21万。最後制限。まあ皆さん気づいたかもしれませんけど、金額順に実は来てるんですね。はい。間違えたことは先に言っておきましょう。申し訳ない程度に、まあ1点目バレンシアガでございます。あれ、まあ僕が教えてあげたんですよ、あのギャップ。ということで僕色違いです。うわあ、白。おー、いいよ。お似合いです。ここからなんですよね、間違えてきたのは。あ、グッチね。じゃーん。なんだこれは。弁明させてください。はい。友達の結婚式とか行ってて、スーツが必要になったんですよ。時間なくて、グッチで買ったんですよ。グッチで買ったんですよ。何しとんねん。これローファーです。見てください。グッチあるなら片っぽずつ。ちょっともう絶叫っぽい声出しちゃった。出た。絶叫っぽい声出しちゃった。出たよ。こちらのグッチのローファー、僕正直言っていいですか。はいはいはい。僕は覚えてないです。一番怖いね。スーツを決めたノリで担当の人がもうバンバン持ってきて、額がもう俺分かんないっていう。だから領収書最後にありますので、俺もう分かってない詳細が。え、これドッキリ。ドッキリみたいな。あとはここ、これなんか、これは何か分かんない。ネクタイピン。タイピン。分かんない。まだあります。これもう分かるでしょ。ああ、分かったわ。頑張ってます。いいね、いいしろって。なんでそれで気持ち悪くないんですか。マジでそうなんだ。オープロで撮るほどのものかね、これ。ネクタイです。ネクタイかっこいいんだよ、グッチ。皆さん、これもうこんな混合が良かったわ。まあ今着てんのはもうこれだけなんです。あれ、スーツがサイズを調節するために今着てない、持ってないんです。ガチガチや。あー、来ました。あー、来ましたね。頑張ります。30カペース。え、いくらですか。ということで合計金額が130万円。で、こういうのって大体100ちょうどぐらいで終わらすんじゃないの。それが好きなんじゃないですか。俺もびっくりしたもん。本当だったら俺服だったら20万以内なもんで。ああ、一撃でそんな変わらないタイプだから。まあスーツで60万なんです。我々振りちぎりってなったら、やばいって言う。普段も YouTube もしかり、いろんなこと僕たち頑張ってますので、普通みんながやらないようなことをやって楽しんでもらえたらいいじゃないですか。はい。ということで、この100万円企画夢があるなと思った方、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。これはマジでよろしくお願いします。
ます。俺一番いったら第2回いきましょう。結婚よかっていうのが分かりやすいですから。あ、そうです。やってて、そのリクエストが多ければすぐやりますので。いや、そうです。ぜひ、婚よかよろしくお願いします。お願いします。それでは次の100万円企画でお会いしましょう。バッ。明日から、それぞれの道へ進む涙る